中日韓国文化院所蔵作品展韓国の詩・書・画。中日韓国文化院では韓国文化院が所蔵している作品を紹介する展示会韓国の詩・書・画を開催しました。本展示会では中日韓国文化院が所蔵している作品の中から詩・水墨画・書芸に焦点を当てて韓国を美しく表現している作品を紹介しました。この映像では展示の様子とともに代表的な作品と作家について紹介します。椿。白雪が輝く空の片隅、紅が燃え上がる。寒ければ寒いほどしみる浄化。誰を死母してこの深い冬に苦労して咲くのだろう。バラ。庭にきれいに咲いた花房、微風に眠り静かに呼吸し、ささやかで清い香りを出している。白磁譜。冷たい霜、吹雪に雪義と気概は逆に青く、風が吹く松の曲がった枝にただいま白鶴一対が座って羽をたたんだ。高い屋根先の風鈴の音が聞こえてくる日、長く待っていた懐かしいあなたがいらっしゃる日を待って、花の下で醸した酒をこの壺に入れておきます。傾いている石の隅に浮浪層が生まれ、彩雲は横を飛び、渓流も流れ、鹿は一匹で森を走っている。火で焼いても氷のように白い肌、くず一つ落ちるとそのまま後になる。土の中で失われたその火はこれほど純朴である。続けて本展の代表的な作家と作品を紹介します。イルチュン・キムチュンヒョンについて。キムチュンヒョンは幼い頃から書芸が堪能で、5種類の漢字の書体をすべて上手に書いたと言われています。1942年にはフンミンチョンウムとヨンピオチョンガのような古い版本をもとにハングルによるコチェを作り、我が字の書き方という本を著述するなど、ハングルの普及に励みました。キム・チュンヒョンの代表的な作品、フンミン・チョンウム序文をご鑑賞ください。フンミン・チョンウム序文。我が国の言葉が中国のものと異なり、言葉がお互いに通じない。そのため、愚かな国民は話を伝えようにもその意味がよく伝えられない人が多い。私はこれを気の毒に思い、新しい28文字を作ったので、人々は簡単に習い楽に使えるでしょう。なお本展では紹介していませんが、韓国文化院のサラン版ではキム・チュンヒョンの代表作品のヨンピオチョンガも紹介していますので、韓国文化院にいらっしゃる際にはぜひご覧ください。最後にウォンゴク・キム・キスンについて紹介します。キム・キスンはハングルと漢字には芸としての美しさと道としての精神と思想がこもっているという思いから、両方の文字を併用して文を書いた書芸家です。
キムキスンは漢字の書体と違い、ハングルは柔弱に感じられるというイメージから脱皮させるため、躍動感を感じられる強い書体のウォンゴクチェを開発しました。キムキスンの作品をご鑑賞ください。ファソクチョン。秋が暮れる森の中の庭に、客の思いは無休無尽である。遠くから流れる川は青い空につながり、霜の紅葉は日の赤い光に向けている。山は孤独な満月を吐き、川は万里の風を含んでいる。変数の狩りはどこに行くのでしょう。声は暮れる雲の中にどんどんなくなる。今回は韓国文化院が所蔵する書画を厳選して紹介しました。これからも韓国のさまざまな美術について紹介しますので、ぜひご覧ください。